最終コーナーから立ち上がってきます。それでは20周の決勝スタートです。井本大がいいスタートを切っていきました。万全のスタートを切りました。今度は遅れません。1コーナーから2コーナートップをキープしています。2番手と3番手にはサクシードスポーツジュニアのドライバーが並びました。2番手に宮城、3番手に山田海里がワンポジションのアップ、そして4番手5番手今4コーナーの手前のところで横並びになりかけましたが、カーナンバー12番木村と、そしてカーナンバー20番の西山、こちらがテールトゥーノーズ、少し離れまして6番手以降が長い列となっています。最終コーナーから立ち上がってきました。妹、今度はしっかりと先行することができました。しかしながら後ろからはその妹が気になるという宮城が来ています。サクシードスポーツジュニアの宮城、先ほどは妹とバトルを最後繰り広げました。そしてここで行こうと思っても防ぎ、ここで行こうとも思っても防ぎと、妹にとってはなかなか苦しい展開を強いました。この宮城、今度は追い上げる立場です。去年の KRP のオープンマスターズカート MZ クラスのランキング第2位でした宮城。大きな舞台で頭角を現せるか。前の妹は順調に落ち着いて走っています。少し離れまして3番手の山田、おっと3コーナーのところで2台アウト側に振られました。21番と18番、浜口康弘と野口テルです。後方にドロップをします。止まるところまでは至りませんでしたが、スピードが落ちまして後方からの追い上げとなります。最終コーナーから立ち上がりました。3周終了、4周目、トップは3台で、今すぐバトルという感じはありません。等間隔になっています。カーナンバー11番の井本大河と17番の宮城俊介、そして16番の山田海里、この3台。さあその後ろでは4コーナー競り合いが起こって、インサイドを飛び込んできたのは西山ですが、立ち上がりはどうでしょうか。横並びになって S 字のところ、カーナンバー12番木村遥人が前に出ていきました。木村ここは譲れません。前からは少し離れてしまいましたが4番手をキープ。4番手は木村、5番手西山、6番手に22番をつけています山口桃井。師匠の鶴田さん頑張りますとメッセージを言っておりました。山口桃井が現在6番手。4番手争いはこの3台で繰り広げられています。少し離れまして7番手8番手は9番手まで入れて3台というべきでしょうか。微妙な位置関係ではあります。しかしながらこの7番手のドライバーには注目です。カーナンバー13番11番手スタートの岩佐歩が7番手まで上げてきています。先ほど予選では上位を走っていながらスピンを喫してしまいました岩佐歩、最高列からの追い上げで現在は7番手まで上げている。この後も期待できそうですし、その岩佐の後ろについている中田修斗も共にペースを上げてくれば前の4番手争いの3台に加わることができそう。さらにその後ろはジャフジュニアカデット2年目になります川崎瀬奈も CRG のカラーリングのマシンで追い上げています。その後ろは先ほどスピードを落としてしまった浜口と野口、そして少し離れまして五木明人、初めてのジャフジュニア選手権五木、こちらも単独ではありますがしっかりと走っています。6周終了、7周目、金曜日土曜日という練習走行の肝心な2日間が雨ということになり、今日ドライコンディションはひょっとしたらぶっつけのドライバーもいるかもしれません。ジュニアカデットのドライバーたち、朝一番の練習走行の時にはまだドライ路面ではありませんでした。しっとり濡れた路面から水蒸気が上がって霧になっているような、そんなコンディション。朝一番のタイムにはばらつきがありましたが、さあここに来てバトルも起きてきました。4番手5番手争いがテールトゥーノーズです。4番手の木村遥人の後ろから西山海がしっかりついて現在3コーナー。さあその西山が4コーナーで入りたいけれども、ここはダメ、縁石に少し乗り上げてしまったか、マシンが跳ねました。後ろから岩佐歩が追いついてきています。
か西山、木村、西山、山口、さらに岩佐歩もだんだんと追いついてきて、その後ろ中田と川崎も引き連れております。このまま行きますと4番手争いが6台のバトルになりそうです。そしてトップカーナンバー11番スピリットモータースポーツ、今シーズンこの開幕戦にたくさんのドライバーを送り込んできましたスピリットモータースポーツ、その中からまずはカデットクラス井本大河、先ほどの予選ヒートの出遅れは何のそのといったような感じです。後ろの水木俊介をぐんぐんと引き離していきます。ラップタイム的にも最新のラップタイムがベスト36秒504、この36秒504というタイムはファステストラップですね。ファステストを更新しながら走っています。トップ井本、2番手は水木、追いつけるか、3番手山田杯里もこれ以上離されたくはないでしょう。そして4番手争いは西山海が木村春人の前に出てきました。4番手に西山海が上がります。5番手木村はもう一度戻せるでしょうか。トップの井本が気になる存在だと言っておりました。木村現在5番手、少し離れまして6番手の山口遠いにやはり岩佐歩が追いついてきた。3コーナーあっという間に前にピタッとつきます。その後ろからは中田の後ろ川崎がついて、さあこのカーナンバー20番西山からの2台ずつのバトルというのは本当に目が離せなくなってまいりました。11周終了、12周目、決勝も後半です。最終コーナー、このペアペアペアのバトルの中で大外から立ち上がってきたのは岩佐歩です。3コーナーでもまたぴったりつけていく。6番手争いとなりました。前を行く山口遠い、後ろを振り返る、その後ろから川崎瀬名が中田に仕掛けていきたいが、これはダメ。どこで動くかです。6番手争い、しかしこの6番手争いがここで競り合ってしまいますと、後ろからの2台も追いつかせて4台バトルになります。難しい状況となりました。カデットクラス2コーナーから3コーナーへと向かいます。トップ3は離れています。4番手5番手も少し落ち着きました。前に西山、後ろに木村、そして6番手争いは山口遠いを先頭に4台の様相を呈してきました。カーナンバー22番中国地域からエントリーの山口遠い、後ろからは予選では上位を走っていました岩佐歩が追い上げてきています。踏みとどまれるか。13周終了、14周目、山口にコーナー立ち上がりでちょっとマシンがふらついた、その隙を見逃しません岩佐歩。3コーナーインサイド飛び込んできました。山口は気を取り直してついていかないと、後ろから中田が来ています、川崎が来ています。岩佐4台を引き連れる形になりまして、最終コーナーへと向かっていきます。6番手争いです。上位陣はそれぞれ単独、井本、水木、山田、4番手西山も単独になりつつあります。5番手の木村、それを止めたいがどうか。そして6番手争いは岩佐歩が山口遠いをパスしまして4台の先頭に立ちました。このままバトルをすることなく前を追い上げていければ、残り周回数考えますと5番手の木村春人を捉えるかもしれませんが、さあ各ドライバー現在は36秒台後半、あるいは37秒台といったところで周回を重ねています。そんな中気を吐いていますのが岩佐歩と、それについていっている山口遠いです。前の西山、木村よりも好タイムを叩き出しています。そしてその後ろ中田と川崎も、川崎瀬名は先ほど自己ベストを更新し前の中田を追っておりました。まだまだチャンスは十分。
トップ3は残り周回数4周に入っていきました。トップはもう危なげがありません。カーナンバー11番スプリットモータースポーツ井本大河、今シーズン開幕戦の一番最初のクラスの優勝をチームのみんなにプレゼントし、そしてスピリット勢の快進撃を引っ張ることができるんでしょうか。井本大河、最終コーナーから立ち上がってきます。まだあどけない表情をしています。 FP ジュニアカレットのドライバーたち、井本大河も10歳のドライバーです。小学校高学年、去年はレインボーシリーズと水波シリーズでそれぞれチャンピオンを取り、今年このジュニアカデット井本大河、開幕戦から好調さをアピールしています。トップ3は間もなく残り2周、4番手5番手も離れたまま、さあそして6番手7番手8番手9番手のこの4台は山口桃井と中田修斗のバトルが少し激しくなってきたか。もちろん後ろに川崎セナもついていまして、残り周回数2周、後ろが競り合ってくれたおかげか、岩佐歩夢、おーっと2コーナー立ち上がり、山口桃井縁石に乗り上げてしまいましてスピードが落ちる。そのインサイド3コーナーで中田と川崎が入っていきました。一旦スピードが落ちるとなかなかリカバーできないのがこのカデットクラスのエンジン。バックストレート、山口桃井はちょっとほろ苦い終盤になりました。戻していけるか。最終コーナーからいよいよファイナルアップです。トップ3はもう問題ないでしょう。4番手5番手も変わらなさそう。6番手も岩佐歩で決まりか。7番手中田と8番手川崎はもう一バトルあるかもしれません。3コーナーへと飛び込んでいきます。中田と川崎、しかし順位は変わらず。4コーナーでも順位は変わりません。そしてチェッカードフラッグ、開幕戦のウィナーはカーナンバー11番逃げ切りました井本大河。2番手南木と3番手山田はサクシードスポーツジュニアに華々しい表彰台をもたらしました。そして4番手西山、5番手木村、最終的に大きく離れました。11番手スタートの岩佐歩は6番手までポジションを上げてチェッカーを受けています。以上 FP ジュニアカデットクラス決勝でした。